パーマンサーファー派上野郎は株式会社 BUG が開発したマッキントッシュおよびマイクロソフトウィンドウズ用の WWW オートパイロットソフトウェア。略称は波上野郎。1996年3月にプレビュー版のリリースを経て1996年7月に販売が開始された。波上野郎はあらかじめ収集を行いたいウェブサイトやそれを収集する。 時間帯を設定する必要がある。指定した時間になると自動的にインターネットに接続され、指定されたサイトを条件に従ってローカルに複製し、指定したウェブサイトの収集が完了すると自動的に回線を切断する機能を持っている。そのため電話代を気にしないで後からゆっくりとウェブサイトを閲覧することができるという特徴があった。 開発は BUG の社員がウェブページの持ち運びという願いから始まり、有志の一人が一週間程度で開発した。もともとは専用線向けのものであったが、ダイヤルアップに対応したり、テレ放題のためにタイマー機能を付加するなど改良を進めていくうちに商品化することになった。ョ城野郎は一般の販売店で購入することができず、入手、購入、 ライセンスキーの取得、サポートをすべてインターネット上で行うという、当時の日本ではまだ珍しいキーウェア形式であったが、発売当時、日本国内に www オートパイロットソフトウェアは存在せず、インターネットの普及と合わせて人気のソフトウェアとなった。アイコンやダイアログメッセージに愛嬌のある犬を用いていたが、その犬は雑種のノリ君と呼ばれ、 自動巡回が正常に終了すると、のりくんが、今日もいい波でしたと報告してくれる機能も備えていた。波上野郎は、そのネーミングや当時は、まだ珍しかった、キーウェア販売という形態により1996年、日経優秀製品、サービス賞優秀賞日経流通新聞賞を受賞している。BUG ではその後も波上野郎の改良を続け、バージョンアップを行ったが、 2001年9月1日に、ライセンスキーによるロックを解除し、フリーウェアとして公開した。フリーウェア版として公開されたバージョンが最終版で、それ以降のメンテナンスは行われていない。BUG は、波長野郎を商標登録している。アバートバグ BUG 写真4から6波長野郎。開発物語。BUG。2007年11月14日閲覧。 ありがとうございます。